お笑い頭の体操は、1968年2月3日から1975年12月27日まで、TBS 系列局他で放送されていた、TBS 制作の大切り番組である、ロート製薬の一社提供、全414回。放送時間は毎週土曜19時30分20時。毎回、想像力テストや定義付けテストなどの様々なテストに、 回答者たちが挑戦するという内容。オープニングでは、回答者たちが穴の開いたパネルから顔を出し、各回のテーマに添う小話、または司会の大橋巨泉との掛け合いをする、オープニングテストが行われていた。名回答者とされたメンバーには、テスト終了時に、ビッツラプレゼントというご褒美が贈られ、月の家遠鏡がそれを題にした謎掛けを毎週、披露していた。 当初は TBS 究極社内のスタジオで公開収録を行っていたが、後期には赤坂メディアビル内の TBS ホールでの公開収録になった。スタジオセットや例題のイラストには、このほの君で知られる、筑田君彦の作品が使われていた。番組タイトルは、当時話題となっていた、田子明のベストセラー、頭の体操からの釈用。 1998年12月30日に同系列局で放送されたテレビの力のとっておき映像永久保存版20世紀名番組ベスト200によれば最高視聴率は1971年4月3日放送分の30.9%と高い人気を誇っていたが1975年頃には陰りが見え始めローと制約や 電通サイドからテコ入れの話が出始めた頃に、小泉が、テコ入れなら俺はやめる、新番組を作ろう。新番組ならやると宣言したために、番組は終了することになった。そして小泉自身が企画して誕生した後番組がクイズダービーである。なお、小泉は番組終了の理由として、番組には寿命が来ており、テコ入れを行ったとしても2から3年で打ち切られる。 視聴率が取れるうちに、新番組をやるつもりだったと後年回想している。系列は放送当時のもの。近畿広域圏では、ほとんどの期間においては、朝日放送で放送し、当時朝日放送は、土曜19時30分枠で、自社制作ドラマ、部長刑事を放送していたため、同局では、火曜19時30分20時に3日遅れで、ロート製薬の医者提供による、 スポンサードネットで放送されていた。当時同系列局の火曜19時30分枠には、特本が、ネットワークスポンサーについていたが、機関局の自主制作番組、遅れネット番組のローカル編成や民放が2から3局しか、内見の他系列番組ネットなどへの配慮により、同枠放送番組を自社ネットとすることで、ローカルセールス枠とすることが可能な、 マストバイの対象から外された時間帯であった。その後、朝日放送と1975年3月までネットテレビ系列だった毎日放送がネットチェンジしたのに伴い、近畿地区では同年4月5日から毎日放送で放送されるようになり、同時に TBS との同時ネットへ移行した。これによって放送曜日が全ネット局一律になったため、 番組冒頭の小泉の挨拶に土曜日が来ましたと曜日が入るようになった。なお、朝日放送はネットチェンジの際に TBS における1975年3月22日放送分をもってネットを打ち切ったため同年3月29日放送分は近畿地区では未放送となった。また、ちなみに朝日放送はロート製薬一社提供番組に関しては ネットテレビ系列に移行して直後に放送されたネットテレビ制作のお笑いタ流試合については木曜19時30分枠にて同時ネットで放送開始から1年後の1969年には講談社マガジンブックスから本作コミカライズ版の単行本が発売された全一巻ありがとうございます